水曜どうでしょうの企画。水曜どうでしょうの企画では、北海道テレビ放送制作のバラエティシーンや番組、水曜どうでしょうで放送された企画の中から、レギュラー放送時、1996年10月から2002年9月に、海外ロケを中心にして放送された企画について述べる。企画名については、番組内で多数の呼び方がある企画があるが、本記事においては、 水曜どうでしょう ?DVD 全集として発売した映像に付与されたものを正式タイトルとした。ローカル局の深夜番組としては、異例の何日にもわたる海外ロケを行うのも水曜どうでしょうの特徴である。数ヶ月分の制作費を一気に前借りしてロケをするため、海外企画の前後には制作費のかからない総集編や NG 集、あるいはセフ大泉、 すりばか対決などのいわゆるお手軽企画が放送されることが多い。ヨーロッパ21カ国完全制覇以降は、おおむね半年に一度のペースで制作されている。なお、オンチャンカレンダー企画でも、どうでしょう。ハン、安田武子、以下、安田は、海外、ハワイ、ラスベガスを訪れているが、 企画の大半はスタジオでの撮影で行われており、海外企画としてもナンバリングされていないため、この項目ではなく、水曜どうでしょうの企画を参照。2016年3月30日に、ユーコン川160キロ地獄の6日間の DVD が発売されたことにより、どうでしょうレギュラー放送時における海外企画はすべて DVD 化された。 放送時のタイトルは、大陸縦断オーストラリア完全制覇。番組開始後3ヶ月余りの1997年1月に、観光された、水曜どうでしょう初の海外ロケ。オーストラリアのダーウィンはアディレード間を、レンタカーで縦断する企画。シーナ誠の著書、熱風大陸、ダーウィンの海を目指してを参考に、シーナとは逆方向に、オーストラリアを縦断し、 番組立ち上げの際、藤村忠久ディレクター以下、藤村 D が鈴井孝之以下、鈴井に話した、新番組では海外ロケを行うという発言が実現。当初は途中で終了し帰国する予定であったが、行けると確信したどうでしょう。藩は国書、ハエの大軍、ツイスターといった自然の脅威に苦しめられながらも完全縦断を達成した。道中、偶然にも潮庫を見つけ、 この偶然の発見を、どうでしょうの原点という藤村 D に対して、大泉洋、以下、大泉は、テレビであってはいけないことと、事前計画なしに進むロケに対して、警鐘を鳴らした。ゴール地点のアデレードに到着後、鈴井の口から大泉に、我々はこれから札幌に帰るわけです。帰るといえば、何か古物とかありますよね、と告げられた。これを聞いた大泉は、 ここからサイコロで帰ると半分信じたのだが、実はこの発言は鈴井の起点を聞かせたアドリブから生まれたプチドッキリだった。レンタカーはトヨタランドクルーザーを砂漠地帯向きに改良した車両を使用。時速 100km 以上速度を出すとバーストするなどと注意を受けたが何事もなくアデレードに到着。しかしゴール後に車は故障してしまい。 トラックで運ばれていった。ディレクター陣がレンタカー会社に事情を説明に、言っている間、二人を待っている鈴井は、大泉と一言も口を聞かなかったため、車を壊して、鈴井さんは怒っていると、大泉はすっかり怯えていた。しかし、その鈴井当人は、大きな企画を初めてやり遂げた、達成感からか泣きそうになっていたという。放送時のタイトルは、サイコロ韓国韓国完全縦弾。 何も知らない大泉を連れ出し、いきなり海外へ連れて行くという、いわゆる、ドッキリ要素が入った企画。サイコロの旅をアレンジし、朝、昼、晩の食事場所及びメニューをサイコロで選び、実際にその場所へ移動するという企画である。移動には、飛行機や列車、タクシー等の交通機関が扱われた。しかし、特急列車無群派号では座席に座れず、 デッキで3時間半を過ごし、韓国にはないと思われた深夜バスにも登場。実は、国は深夜バス大国であったし、出演陣は疲労困憊してしまった。グルメ企画ということだったが、店頭に到着した時点で、食事できる人をカードを引いて抽選しなければならず、全員食える、全員食えない、鈴井と大泉食えない、ディレクル食えない、鈴井食えない、大泉食えないの6枚。 場合によっては、全員食べられないこともあるなど過酷な内容となった。なお、あまりにも食事にありつけなかったことから、サイコロで選ぶ食事以外は、例外的に食べても良いことになり、普山のマクドナルドで上をしのいでいる。しかし、最後にわざわざ行った、チェジュ島では、全員食えないを引いてしまい、そのまま企画終了となった。後年、鈴井、大泉が、 帰国前の金峰空港のレストランで韓国料理を満喫し、企画中に食べられなかった反動では4、5分までしたことを明かしている。放送時のタイトルは欧州総派ヨーロッパ21カ国間全制覇。番組開始1周年を記念し、九州にわたって放送した大型企画。本放送時は特番として第一、ニアが各45分で放送されたが、リターンズは、 販売目的のために30分に短縮される編集がなされた。クラシックでは第1.2夜を再編集し3回に分け、全10週にわたって放送された。そのためこの3回分では2004年に新規収録した前枠、後枠を使っている主に企画の説明。企画名は番組内各種資料などで完全走破と完全制覇が入り乱れている。 例として、前枠では鈴井が完全制覇と発言しているが、あらすじ VTR では完全創派になっている。他に、テロップで完全創派表記であるが藤村 D のナレーションは完全制覇になっていると。企画はその名の通り、1997年当時、ビザを必要としなかったヨーロッパ21カ国をレンタカー、ルノーラグナで全て回るという企画である。 実施期間は10日間であるが、飛行機移動日数や時差を含めると、実質8日間。ヨーロッパ連合、EU 発足に伴い、どうでしょうハンガ目をつけた企画。なお、ヨーロッパシリーズ全体を通して、経路には、アイスランド、マルタ、ギリシャ、キプロス、並びに、東欧諸国は含まれていない。当初鈴井が掲げた旅のテーマは、メルヘンで、番組中では、クマのプーさんや、 アルプスの少女、ハイジに、ゆかりのある土地を訪れている。鈴井は、出発前から、この旅で二十一カ国回れなければ、僕は番組をやめると、並々ならぬ決意を表明していた。しかし、当初から公表した、イギリスの隣国、アイルランドを無視していた上、北欧四カ国を経由しなかったことや、大泉や藤村 D の、旅を楽しめばいいじゃんという発想、陰謀によって、 鈴井が想定していなかったルート3、4日目の古城街道とロマンティック街道をめぐったことから完全制覇は崩れ去った。結局6日目から7日目にかけて徹夜でスイス地中海アンドラフランスを走る強行軍を観光たことで鈴井が好む合宿ミスターのいいじゃないか。運動参照的要素は含まれたもののこの一連の流れは 大泉や藤村 D 主導で番組を盛り上げる、現在の携帯のきっかけとなるともに、鈴井が科目になっていく一つの原因となり、DVD 副音声の鈴井出演会では、それがトークの主題となっている。なお、このロケの影響で、鈴井は自身のラジオ番組、Go IS Air G を休み、該当期間中は電話、ほとんどは公衆電話からでの出演のみとなった。 この間に代理パーソナリティを務めたのが、樋口良一であり、これがきっかけで、1、6の、夢旅人が誕生する。途中、古河峠で買った、カセットテープの1曲目を大泉が適当に、甘いスイスと紹介しているが、実際は、という曲で、ドイツの歌手の1965年の曲のカバーである。また、場面が変わって二人が秋田たのバックで流れていたのはの、 フィエスタ・メキシコ名をカバーしたもので、サースフェイからイタリアへ向かう途中に流れて、大泉に止められたのは、ユールジロー、ポップトップスなどが大ヒットさせた、メイ・ミー・ブルーである。本来は、大泉には行き先を当日まで知らせない、海外企画だが、この企画では行く前から、大泉は行き先を知っている、数少ない企画である。カレーから、ブルージュ、ブルーガに行くはずが、 道路看板を見間違えてしまい逆方面のブローニュ、ブーローニュに行ってしまう場面がある。21カ国中13カ国を制覇し、走行距離は5200キロメートルに及んだ。後に、ヨーロッパリベンジで行けなかった国の内北欧4カ国、ヨーロッパ20カ国完全制覇、完結編でアイルランを除く残り3カ国を制覇した。1997年当時、 まだユーロ通貨は発足していなかったため、ユーロ通貨は2002年に発足、国境を越えるたびに、通貨の変更が必要であった。したがって一度は国境を越えるたびに、幾度か一文なしになっていた。どうでしょうの時間枠変更記念として印象に残る。企画をというディレクターの意向から実施された企画、大田出版、クイックジャパンボリューム52より、で、 マレーシアのジャングルの中で様々な形で野生動物の観察を行った。そのロケの過酷さから、どうでしょう、藩の全開一致で、もう二度と行きたくない場所となったが、六年後にジャングルリベンジで再び訪れることになる。香港観光協会からの誘いを受け、香港の魅力的なところを紹介する企画。海外企画としては、初めてのタイアップロケとなる。この企画の前振りとして、 鈴井高行拉致計画に見せかけた大泉洋拉致事件があるが一部地域で放送を見合わせる場合がある。クラシックではすべての地域で未放送。鈴井の長年の夢であったオーロラを見に行くという企画。ただし、それはあくまでテレビ的な建前で本当は藤村 D が夏のアラスカに行きたかっただけとのこと。キャンピングカーをレンタル。この移動手段も当時藤村 D が キャンピングカーにはまっていたためし、米国アラスカ州の州都アンカレッジから、マッキンリーユースルデナリ国立公園やユコン川を越えて、北極圏にあるオーロラが出現する人口12人、1998年、当時の町、コールドフットを目指す。しかし天候に恵まれず、結局オーロラは見られなかった。しかし、 どうでしょう一行が訪れた1998年から2000年は一番オーロラがよく見えていたことが発覚した。ちなみに、アンカレッジについて向かった氷河クルーズへ赴く際に、利用したアラス鉄道にて、鈴井の名前が空イ、クズイと誤記されていたため、エンディングクレジットでは空水高雪というアルファベットが当てられている。この企画では、現地でキャンピングカーをレンタルし、 道中のキャンプ場に泊めて宿泊するという形態で、旅程を消化していった。この中で、大泉が、料理長に任じられ夕飯を担当することとなる。これが、後の、シェフ、大泉社内で、クリスマスパーティーや、シェフ、大泉夏、野菜スペシャルなど、シェフ大泉シリーズの企画へと発展していく、きっかけであり、別名の、ピストル大泉は、第5夜で、大泉が自ら、 ピストロを、ピストルと言い間違えたことに気因する。これ以降、大泉が料理を作る時の、お見舞いするぞ、は決まり文句となる。オーロラを待つ間、暇を持て余した大泉がどうでしょう。反の似顔絵を描いたトランプを作ったが、ジョーカーとして描かれた藤村 D の似顔絵があまりにも本人に似ていた。激にため、囲碁番組内やウェブコンテンツでたびたび使用されるようになった。加工。 着彩は、ブグビースタッフの手によるもので、藤村 D の似顔絵から発展させた、藤山犬なるキャラクターも生まれてる。嬉しの D の似顔絵も使用されるが、機会は少ない。なお、このトランプは、水曜どうでしょう写真集に掲載されたほか、実際に商品化されており、2018年現在も、販売されている。第1夜は全日本空輸からのタイアップオファーとして、 同社のビジネスクラスサービスであるクラブ ANA でのサンフランシスコ行き航空券が送られた関係でプロローグの ANA で行くサンフランシスコが行われた。そのことからクラブ ANA の特典内容についても事細かに説明されラウンジ内部や機内での様子も通常企画より長く映されている。また同じくラウンジにおいて アルマゲドンが場内映画サービスで放映されることを知った大泉は、藤村 D に、バカみたいに3回見なさいよ、ルマゲドンばっかり、泣くなよ、などとけしかけていたが、結果的に自身が2回、レミゼラブルの3本を、貫徹状態で見ることとなり、アルマゲドンのクライマックスで号泣する様子、2回双方、も放映された。 このロケが行われた時期に、ANA 利用者に対しての応募者全員、プレゼント企画が行われていたことから、どうでしょう。ハンも、ゲームボーイカラー、MD プレイヤー、商品券、ANA 利用2万円分、備前焼きの4種を、1人がいずれか1つをもらう、約束で応募を行った。だが、おののが、自らの欲しいものを取り合った結果、大泉と藤村 D が需要度の低かった。 ビゼン焼きを押し付ける事態になる。このビゼン焼きは結局藤村 D によって受け取られ、後にシェフ大泉夏野菜スペシャルにおいて大泉が皿を焼いた際にも比較に使われた。到着後はゴールデンゲートブリッジのような観光地やサンフランシスコの街並みなどを周遊して回っていたが、そのついでとして企画されたサンフランシスコワシントン。シーマのアメリカ横断も 水面下で進んでいた。大泉にはこの時点で企画内容は知らされず、翌朝のホテルで本来の企画を告げられることになった。使用した車両は喫水のアメリカンことシボレーやストロ。企画全般にわたってアメリカでの地域時差修正による走行スケジュールの調整で苦しんでいる様子が見られる。本放送当時は北米大陸3750マイルの サブタイトルが付けられていた。この企画そのものは全部で7週だが、前枠でも大泉が、ANA で行くサンフランシスコを含めて、第、夜説明していることから、全8夜の企画である成田サンフランシスコ、1日観光、宿泊ラスベガス、宿泊フラッグスタッフ、宿泊サンタフェ、宿泊、宿泊ホットスプリングス、宿泊モスケーブナッシュビル、通過、宿泊ワシントン DC、 放送時のサブタイトルは美しき国々の人間破壊ヨーロッパ21カ国完全制覇において回ることができなかった北欧地域を中心に巡る企画テーマは2年前と同じくメルヘンパリからドイツデンマーク経由でスカンディナビア半島へ上陸後スウェーデンを経由してフィヨルドを見るがために延々とノルウェーへを北アラスカでのロケ以来1年ぶりの 北極検査い突入を果たし、最終目的地であるフィンランドのヘルシンキを目指した。ちなみに、12月8日、放送分の視聴率18.6%は、レギュラー放送時代の最高視聴率であり、ゴールデンスペシャルサイコロ6の放送決定へつながった。フランス・デンマーク間では、メルセデス・ベンツ・ E クラス、2代目、スカンディナビア半島では、ボルボ S80、初代と、いわゆる、 高級セダンがレンタカーとして用いられた。これはマニュアル車が前世の欧州地域ではオートマチック車のレンタカーが小型車に設定されていないためであるが、どうでしょうハンはオートマチック車に乗りたかったとのこと、どうでしょう本より。本企画は過去に行った海外ロケの中で最も辛いと評され、大泉、D 人に至ってはゴール後に帰りの機内で、 鉄道員が流されたのを鑑賞するうちに、ようやく帰れるんだとともども泣いてしまったことを、インタビューで明かしている。また、番組自体の休止を挟んだこともあって、この企画から、中米、コスタリカで、幻の鳥を撃棄するまでの約一年半の間、海外長期ロケは取り行われなかった。この他にも DJ の二人は、この企画が長期の海外ロケに大きな変化をもたらした、胸を、 ホームページ上にて語っており、現地ガイドをつけない4人だけでの海外ロケは2006年放送のヨーロッパ20カ国完全制覇、完結編まで行われていない。本企画内で大泉がスマスマあたり出れないかなぁと発言し、藤村が大泉くんやっぱりスマスマ出るのが目標だなぁと返す場面はあるが、このシーンは本放送から約15年後の2014年に、 大泉がビストロスマップに出演した際、番組内の VTR でも紹介されている。中央アメリカ地域に生息し、幻の鳥とも呼ばれるケツアールを撮影するという企画。オンチャンカレンダー以来となる写真家大泉洋の登場する企画であり、現地での工程には、HTB の元社員でコスタリカに移住した広志くんこと、清水博ロ大泉がデビューした。 モザイクな夜、V3 のディレクターが案内人として全面協力している。3月6日、サンホセ空港、フアンサンタマリーヤ国際空港から近くの空港まで行く、チャーター便、タクシーやエレオに乗る際、天気は快晴だったもののかなりの強風が吹いていた。大泉は、こんな中で飛ぶんだろうかいや、飛ばすからたまに落ちるんだろうなどと発言。去年は4機落ちた。 朝は落ちる確率が少ないなど広氏から聞いた衝撃的な話を披露た。またこの時、現地で約300円で購入した純粋人生、コスタリカと日本語で書かれたお揃いの T シャツも披露された。一行を乗せた飛行機が離陸する際、離陸に失敗したまも無残な姿を残す旅客機がそのまま空港内に放置されている恐ろしい光景をカメラは捉えている。 40分もの間大きな揺れに襲われ、大泉は激しく酔ったが、ギリギリ吐かずに済んだ。一行が宿泊したのは、カーサコルコバード。当時、交通費、食事すべて込みで2泊3日1人、約8万円だった。探索ガイドを務めたのはカルロス。しかし発見し、解説を受けるのは、植物類など、画的に地味なものが多く。 肝心の動物類はミスターが先に見つけることが多いなど、ガイドに不満を漏らす場面もあった。また、カルロスから、ここに、ケツァールはいない、で見たと言われたことを明らかにした。3月9日、サンホセのコカ・コーラバスターミナルから2時間かけ、標高2000メートルもある、サンヘラルドでドータ、サンジャーハードでドータ。 へ向かうバスに乗り、下車後さらに向かいの車で9キロメートルの山道を進んだ。一行が宿泊したのは、マンタセイブグア。当時、一泊三食付きで一人、約7000円だった。到着早々多くのド鳥を発見し気持ちは高まったが、鈴井が、僕は、ショックなものを見てしまいましたと発言。二階の路地で、ド鳥が餌付けされている。 衝撃的光景をカメラが損た。その様を見て藤村 D は、なんだいあれハエみたいにたかってんじゃねえかと表現した。撮影に使われたカメラは、ピント調整、露出調整、フィルム送りなどが完全にマニュアル操作の機種であり、フィルムを巻いていなかった、フィルムが切れていたといったボンミスを発して、撮影機会を逸してしまうことが多々あった。この他、 オンチャンカレンダーの撮影においても使用された 600mm 超望遠のバズーカが登場。その名の通り特大かつ重く、さらにピントが合わせづらいという使いにくい代物であった。また、本来は手持ち仕様を想定したものではないため、撮影時には鈴井が三脚代わりに肩を貸すなどをしていた。最初に訪れたコルコバード国立公園では小さな トカゲや他の鳥ばかりを撮ったものの、ケツァールには巡り合えなかった。そして、最後のチャンスに訪れたで、見事ケツァールの撮影に成功した。第六夜では、撮影された写真は、札幌市内のスーパーで、大泉洋、ケツァール店として展示。一切告知せず行ったことからたまたま買い物をしていた、主婦だけが見ただけだった。HTB ニュース内でもイベントが取り上げられ、 その模様が放映されたという一連の流れがあるが、これはオチとして、ローカルニュースでアマチュア写真家の写真展が行われた、こと伝えるという映像を作りたかっただけのことであり、実際には展示会そのものも行われていない。ただし、ニュースの最後で紹介されたポストカードは実際、発売されたものである。コスタリカまでの最中、鈴井の預けた荷物が、 サンホセ空港で紛失するというハプニングが起きており、ホテル到着時の鈴井の持ち物はゲームボーイだけとなってしまった。乗り継ぎの際に誤って、綴井の同じサンノゼ空港を、アメリカへ行ってしまったとは鈴井による考察。コルコバード国立公園から戻ってきた際に荷物は無事に帰ってきている。ジャングルの中で嬉しの D が鳥などを見つけられず、鈴井が先に発見し、藤村 D に ミスターの方が役に立つと言われてしまう場面がある。サンヘラルドでドータではよく釣れるという話を聞きつけた藤村 D の希望により時間つぶしのため釣り対決を行う。恒例のプレイボールの掛け声で始まるが全く釣れなかった。この日の夕食時に同じくケツァールの撮影に来ていた日本人のプロカメラマンに一行が釣りをしている最中に一行が 遠距離だったことを理由に行くことを断念したポイントで目撃したとの情報を聞き、大泉らは釣り対決の判断を出した藤村 D を責める。翌朝、ケツァールが出没するエリアに行くと、あっさり撮影に成功し、一同は拍子抜けしてしまう。現地ガイドがケツァールを探すため姿が見えなくなると、大泉はあそこで勝ってるんじゃないかなどと怪しむ場面も、全企画の 対決列島、甘いもの国鳥物語において、敗者チームとなった鈴井、大泉のミスターチームに対する罰ゲームとして実施された。その名の通りユーコンがは、カナダ領内をカヌーで川下りするだけの企画だが、罰ゲームとして選定された理由は、インドア派で、自然とは、かけ離れた鈴井に対する罰ゲームであることのほか、藤村 D の憧れがユーコンをカヌーで下ることだったため、 この他カナダ領内でロケが行われたことに関しては藤村 D がアメリカ領内で行うよりも費用が安いことに基することを明かした藤村 D は事前情報で川の流速は時速 4km 程度で穏やかな流れとしていたが現地到着後に有ン川を見学した際には降雨で川が増水したこともあり大体時速 10km と聞かさるこれに対し大泉は もう早くも倍以上のスピードいったぜと驚きを隠せない様子であった。カヌーは二人乗りで、主に大泉が前、鈴井が後を担当。D 陣及びガイドの二人はモーターボートで並走し、藤村 D は首を痛めた大泉のピンチヒッターとしてカヌーをこいでいる。主に家事担当の鈴井は一度ずつ藤村 D と大泉に家事の役割を任せる場面もあったが、 藤村 D は更新用トランシーバーを装着している。間の操作がおざなりになりがええ、大泉は、不慣れなポジションで操作がうまくいかず目の前の流木具にそれぞれ衝突している。どうでしょう班の他に、ツアーへ同行したのは、現地ガイドの熊谷義恵、スウィートリバーエンタープライゼスとピートニールセン、ピートニールセンの2名。また、川下りの前後には、メアリー・ウォールデン。 メアリー・ウォールデンは、ツアーの詳細な説明、及び、ゴール地点で一行を迎える役目を担当した。熊谷と、どうでしょう、藩は企画終了後も交流があり、後の、プチ復活。思い出のロケ地を訪ねる小さな旅中では、大泉が、あの女、熊谷、ウイルスメール送ってきたとメールのやり取りを行っている、ことを明かした。また2007年10月には、 熊谷が HTB を訪れて D 人と対面している。ユーコン川の水温は非常に低く、熊谷から万が一水に落ちた場合は2分以内に上がらないと低体温症になって危険と説明されるほどで、金槌の鈴木は部屋を片付け、妻と娘に向けた遺書に近い手紙まで書き置く決意でこの企画へ挑んでいた。だが、予定の中ですっかりアウトドアの魅力へ取り憑かれ、 六日目には、人生の中の綺麗でないものま、すべて洗い流してくれるよう、生まれ変われるかもしれないとまで発言。発言の翌朝にも早起きして、コーヒーを飲みながら、一人川を眺めていた。ロケ当時は例年になく、蚊が大量発生していたため、鈴井は用を足すために尻を出した途端、蚊に刺されてしまい、返してくれ、ええー、とぼやいてしまう。後日、別番組で、大泉は、 尻が、ボコボコに膨れ上がっていたと語った。この事態を受けた大泉は、塗布しすぎると、プラスチックが溶けると形容されるほど強力な、虫除けスプレーを応して、蚊の攻撃から露出部分を防御しようと試みる。だが、股間の周辺にまで塗布したために、ヒリヒリとした痛みを発症する事態を引き起こし、川の中で薬剤を洗い落とさざるを得なくなった。 前述のように水温の低さで命に危険を及ぼす可能性が高かったため、この時は熊谷からも短時間で洗うように指示されている。この企画でも、シェフ大泉が登場し、グレーディングハンなどの思いつきで制作された料理を披露し、どうでしょう、ハンや熊谷、ピートからの品縮を買った。食べられないようなレベルに仕上げるという、そのあまりにも低すぎる料理の完成度に、 危機感を覚えた熊谷は、食材を無駄にするから任せておけないとして、以後の当番では、チャーハンの素などの加工物や、メインで使用しない食材、野菜や余りのご飯等だけを使用するよう大泉に、明治、メイン食材の調理担当にはピートが任命される、事態取った。2016年にリリースされた本企画を収めた DVD の副音声では、本企画の事実上の続編、 裁縫を示唆する発言があった。ただし乗り気ではない大泉は外し、三人だけでいいから行きたいとも語った。この企画は、インターネット放送のインプレス TV、2008年9月30日を、もって、休止で、無料視聴することができた。ラストランと名打ち放送された、どうでしょうレギュラー放送の最終企画。海外での定番企画、10段と、それまで、 日本国内で行っていた株を合わせた番組放送6年間の集大成企画である。なお、皇帝はハノイからホーチミンであるが国道1号線直通路ではなくダーラットを経由したため 2000km 近い距離となった。今回のロケでは鈴井、大泉、藤村 D、嬉野 D のどうでしょう班に加え、現地通訳のニャン。にゃん 政府公安、警察の、隊員、公安の通訳、フ現地ドライバーの、公安の4名が参加。計8人の、大助隊となった。これは、ビザ申請の際に、ベトナム政府の公安をロケに同行させることが絶対、条件とされたためである。また、終盤では鈴井が、更新用のトランシーバーを紛失したため、新品を届けるためにたまたま、ベトナムを訪れていた鈴井夫人。 当時がロケに合流。声のみ出演した。今回、鈴井、大泉が株として使用したのは、マニュアル、足での変速、自動延伸式クラッチを要する日本国内でのスーパーカブではなく、同じホンダでも変速操作を必要としないドリーム LL である。また、鈴井が一部でヘルメットを着用していない嬉しの D を、後ろに乗せて二人乗りで走っているシーンが映っている。 これはロケ当時のベトナムでは一部においてバイクのヘルメット無着用運転も合法だったことによる2007年に着用義務化。映像には常にタレントの背中しか映らないため途中からシャツの背中にメッセージを書いている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。